の個体メス生体花蜘蛛は、カニ蜘蛛科の蜘蛛の一種。黄緑から白っぽい蜘蛛で、王に花に潜んで獲物を待つ。全身がほぼ黄緑でふわしを左右横向けに広げる蜘蛛。体長は、メスで6から7ミリメートル、オスで3から4ミリメートル。体色は、メスでは、肺甲や、ふわしは、黄緑色で、腹部は白、黄色、黄緑色など個体によって差があるが、 腹肺には複雑な形の褐色の反問を示すことが多い。オスでは肺胞は高褐色の地に左右一体、幅の広い黒褐色の縦の体上反問を持つ。腹部は濃い緑色に黒褐色の反問がある。なお、雌ゆとも腹部に反問があるが、これは陽性の段階では出ないことが多い。また成虫でも全く反問を書く例もある。メスでは、 背後は幅広く、中かはない。目は八眼二列だが、どれも大きさはさほど変わらない中、前列中眼は、前側眼より小さく、中眼行きはほぼ正方形ながら、横幅が、やや大きく、前の横幅が、後ろの横幅より、わずかに小さい。またいずれの目もその周囲が隆起した目丘の上にあり、またその部分は白くなっている。前後の側眼の目球は互いに接している。 捕獲は横向きに伸び、中でも第一脚と第二脚が特に長くなっている。腹部は広方で幅が広くなっている。寒木や草の葉の上や花の上などで獲物を待ち伏せる。もので、花に急密に来る昆虫を捕らえるために花で待ち伏せすることを見ることも多く、ハルジオンや聖高泡立ち草の花で見かけることも多い。餌とするのは昆虫などだが、総締めや臨締め。 あるいはその幼虫など、獲物の範囲は広い。アメリカ白一人やアブラムシの集団では、そのそばにいて、それらを獲物とすることも知られる。その長い第一脚と第二脚を広げて、獲物を混じ、獲物が近づくとそれらの不足で抱え込むようにして、捕らえる。温暖な地域では、年に火星となっている。繁殖期は4から9月と長期にわたり、おおむね春と夏の2回。 繁殖をする。卵脳から出てきた後の妖精の脱皮回数は、メスで4から7回、オスでは3から6回で、同性でも春、生まれと夏生まれの間で違いがあり、夏生まれの方が回数が多い。降雪の際には、オスは、メスの体に糸をかけ、動けなくする。一頭のメスが1から3回の産卵を行い、1回の産卵数、つまり、 卵納中の卵の数は100個前後である。卵納は植物の葉を曲げた産出を作ってその中に設置し、メス生態はこれを守る。日本では北海道から琉球列島にまで広く分布し、国外では旧北区に広く分布する。平地から低山帯にかけて草地や里山、耕作地、河原から市街地の公園緑地や空き地などまで広く見られる。 全国で普通に見られる雲である。本種の分類上の位置はしばしば変更されてきており、古くはミスマナトライカスッポダタも長く使われてきた。現在の扱いでは、本種と同族のものはユーラシアの温帯域に十種ばかり知られるが、日本では本種のみが分布する。他族ではあるが、花雲の名を持つものは以下のようなものがある。 小花雲は、ヤギ沼では、同族としていたくらいに本種とはよく似ている。腹部背面の模様に体になった、丸い小さな黒縁が入るのが一つの目安で、ある程度は腹部の反紋で区別できる。熊田花雲は、メス生態で、体長3から4ミリメートルとかなり小柄で、全体に褐色が強い。姫花雲は、腹部背面に反紋がないものが多い。またこの種は、 北海道には多いが、本州以南では、ほとんど見られない。ちなみに、この種は欧米ではむしろ普通である。いずれにせよ正確な動貞は生殖期などを確認するべきである。他に、樹状性のカニグモで、緑色のものに足長カニグモヘリアスメラティがあるが、この種は全身に毛で覆われている特徴がある。他にも樹状性のカニグモは多いが、大抵は褐色系の大色である。 外虫を餌とするので、液虫と言える。アメリカシヒ一人は、弱霊の時期に幼虫が集団で枝に糸をかけて大きな巣を作るが、本種はこの巣に住み着いて幼虫を食べることが知られている。ただし幼虫が大きくなるとむしろ雲の方が逃げる。またクアノメーガの集団に関しては、幼虫の数と本種の個体数が連動して変化するという。時に、覆面の反問が、 人面に似た形になる時があり、話題になることがある。以下、主として、岡田ほか、P382 焼沼、P96、小野、小型、P563 以下、主として、浅間ほか、P61、小野、小型、P563 以下、主として、小野、小型、P563 池田、2019年11月七日閲覧、この段は、 尾形 P 五 P563 尾の変ん P 五 P525、尾の、尾形、P563 尾のへんちょ、P525 ヤギぬま、P96 尾の変ん P 五 P525 以下、尾の変ん P 五 P523 から527以下、一っ二千2019年11月7日閲覧、尾の、尾形 P 五 P563。ありがとうございます。